ございます。それでは今日もよろしくお願いします。冒頭今日私からは2点あります。一つが鳥類、これ鳥ですけど、鳥の鉛中毒の対策について、そして2つ目が長野県松本市の動物取扱業の対応事案について、この2点触れたいと思います。まず1点目の鉛中毒、鳥の鉛中毒の件ですが、これは以前北海道新聞の方のお話がありましたが、私が大臣就任当初から申し上げていた鳥類の鉛中毒対策について、今後の方針をお答えしたいと思います。鉛は世界的にも有害物質として管理が進められており、我が国でも水や大気への排出を規制をしています。狩猟などに用いられる鉛製銃弾の使用などについては、北海道では過去鉛中毒による猛禽類の死亡が多数確認されたことを受けて、段階的に規制を行ってきました。その結果、現在鉛中毒による猛禽類の死亡事例は減少しているものの、依然として年間数例が確認されています。また本州においても確認例は少ないものの、鉛中毒もしくは鉛に暴露した猛禽類および水鳥が確認されています。このため環境省では、今年度から保護の必要性が高い種が多く存在する猛禽類を対象として、全国における鉛暴露の実態把握を強化するとともに、鉛中毒による猛禽類の種や個体群への影響強化を行っていきます。これらの結果なども踏まえ、鳥類へのリスクに応じた対策を講じていきます。その際には鳥獣の保護管理を進めていく上で重要なステークホルダーでもある関係団体のご協力が不可欠であることから、これらの関係者の意見についても丁寧に伺っていきたいと考えています。実態把握や影響強化の結果、そして関係者からいただいたご意見を踏まえつつ、環境省としては2030年度までに我が国の鉛製銃弾に起因する鳥類での鉛中毒の発生をゼロとすることを目指して、2025年度から全国的な鉛製銃弾の使用規制制度を段階的に導入できるよう作業を進めてまいります。1点目は以上です。そして2点目、長野県松本市の動物取扱業の事案です。動物愛護管理法の改正を受けて、今年の6月からペットショップ、ブリーダーなどの動物取扱業に対する犬猫の使用管理基準が施行されました。この基準は動物愛護の精神にのっとり、改善の意思がないような悪質な動物取扱業者に対しては、業務取消処分を視野に速やかな指導処分を行っていくレッドカード基準であります。使用管理基準の運用に関しては、さまざまな方のご協力をいただいていますが、多くの団体とつながりのある動物環境福祉協会エヴァには、引き続きご協力をお願いをしたいと思います。すでに報道もされていますが、この度この使用管理基準に違反している疑いがある事案として、1000頭近くの犬を使用していた長野県松本市の動物取扱い業者に対して、9月2日と3日に動物愛護管理法に基づく松本市保健所の立ち入り検査と長野県警による捜査が行われました。まだ県警が捜査中でありますので、具体的な言及を控えますが、1000頭近くもの犬が一頭一頭大切に飼育されず、適切な管理も行き届かず、命がおろそかにされていたとすれば許しがたいことであります。糞尿にまみれていたり、病気があっても適切な治療が行われていないといった劣悪な飼育状態であったとすれば、法令を遵守するという意思を全く感じません。環境省としては、今回の事案に限らず、ルールに従わない動物取扱い業者に対しては、今後とも全国の自治体と連携しながら厳格に対応してまいります。動物取扱い業を営む方においては、動物の命を預かっているという自覚と責任を持ち、基準を徹底して守っていただきたいと思います。そうでなければ、不幸な動物をなくすことはできないし、業を続けることなど到底できないと思っていただきたいと思います。折しも9月の20日から26日は動物愛護週間であります。この機会に動物を大切にすることを社会全体として取り組んでいくことを、国民の皆様にも一緒に考えていただきたいと思います。例えば動物を入手する際、どこから犬や猫が来るのか、その親犬や親猫は健康に暮らしているのか、といったことにも関心を持っていただきたいと思います。また犬猫を家庭に迎え入れる際には、動物愛護センターの保護犬、保護猫、譲り受けることなどを含め、それぞれの家庭の事情に応じて
寿命まで責任を持って飼育できるかということをよく考えていただきたいと思います。今日は2点、冒頭は以上です。それでは神田さん、NHK です。はい、NHK の吉田です。明日ですね、福島県の女性の対話フォーラムがまたオンラインで開催されると思います。今回で2回目なんですが、改めてこの場でどういうことを訴えたいのか、また先月20日の閣議後会見だったと思うんですけれども、1回目に比べてより対話型で、双方向的な形に改善して議論を深めたいというような大臣の発言もあったかと思うんですけれども、この対話や議論を深めるために今回何か工夫する点などはあるんでしょうか。よろしくお願いします。はい、今ご指摘いただいた点に尽きると思います。やはり前回の1回目でもっと双方向でできたらよかったなという、そういった改善点を感じたので、今回はそこをポイントに置く。それと先日私はカンニング竹山さんの番組に出席をして、この再生利用のことをお話をさせていただいたんですけど、改めて毎日この課題にずっと向き合っている環境省の中にいると、すでに多くの方にとって分かっているという前提で実は説明しなきゃいけないところを省いて先に進んでからの話になってしまっているなと、自分自身も反省をしたところもありますので、多くの方にまず前提となるような正しいこの事業の状況などをご理解いただけるように、今後説明のあり方もしっかりそこを踏まえた説明をしなければいけないということも感じましたが、早速省内でも竹山さんからもご指摘いただいた点などを踏まえて改善をした説明もしっかりしたいなと思っています。そこで言ってたんですけれども、その前回の対話フォーラムを主張していると、やはりこうネットで寄せられている意見に対して会場から何か全く答えられてないような、そういうような印象だったんですけど、この場にいる会場にいる人だけじゃなくて、ネットにいる方に対しての反応ですとかレスポンスっていうのは今回どうなんですか。今回はまさに目の前に聴衆の方いない、完全オンラインでやりますので、そこはもうオンラインでいただいた意見に対してもお答えをしていく、そういった形でやっています。他にどうですか。それでは松木さん、日刊工業新聞。日刊工業新聞の杉谷でございます。昨日の自動車工業会の乙女田会長の発言について意見を伺いたくて質問しました。昨日は自公会の会見では政府の温暖化対策の目標を批判する発言がされていたと思います。今その内燃機関エンジンを敵視して電気自動車や燃料電池車しか売れなくなると、日本で800万台の生産が失われるという話をされていました。大臣が常々おっしゃっている世界の潮流は EV であるですとか、脱炭素の取り組みが日本の国際競争力につながるという主張とはちょっと異なるという印象を受けました。昨日の豊田会長の発言をどう受け止められたのかというのと、あと常々その経団連とはいろいろ対話を得られていますけれども、その自公会とも対話していくような意見交換するようなお考えがあるのかどうかお聞かせください。意見交換はこちらからもさせていただきたいと申し上げているんですけど、ぜひ具体的な日程調整に進めばいいな、自動会の皆さんにも私からもぜひ意見交換させていただきたい、この場を借りて改めて申し上げたいと思います。そして、この自動会豊田会長の発言の中で、一部の政治家からは全て電気自動車にすればいいという声を聞くというふうに、言われているとはありますけど、私は全てを EV にすればいいということを言っている政治家は知りません。ですので、そういうことじゃないということも含めて、まずカーボンニュートラルは賛成しているわけですから、その中で電動車、これを2035年以降は 100% にする。でこの電動車というのは EV を 100% というのではないので、そこも含めてしっかりと向き合いながら日本の自動車産業の雇用、そして一方でこのカーボンニュートラルに前に進んでいくことによって新たに生まれるさまざまな産業の雇用、今ある産業だけがどうなるかということではなくて、間違いなく今ない産業や
雇用の創出が出てくるのがこの分野ですから、そういったことも含めて同じ方向性を見て、かつてプリウスを乗っていることが世界の環境を代表するそういった企業で、そういった商品を世の中に購入したわけですから、これからカーボンニュートラル時代、世界中がこぞってトヨタの車を乗りたい、日本車を乗りたい、そういうふうになっていくために建設的に意見交換も重ねていければと思っています。他にいかがでしょうか。はい、関係は関係新聞の奥原です。ちょっと関連紙なんですけれども、総会の豊田会長は、政治家はすべて EV に強いっていうことっていうよりも、来年期間の技術の継承維持などを訴えられたのかなと、それが多分真意であって、でそれが550万人の関連企業 の, 従業員の声につながるっていうようなことを言いたかったんだろうなと思うんですけども、大臣は、かねてから、EV などの転換を訴えられてますけど、来年期間、いわゆるこう通常の車のこれを維持するということについてはどういうふうにお考えですか。まずはカーボンニュートラルになるかどうかというのが重要なことだと思います。私も詳細はぜひお会いしてどうだかというかも聞いてみたいと思いますが、来年期間を活用できる形で水素を使って、カーボンニュートラルの車を作る、こういったお話も一部聞きました。それがじゃあどれぐらいのタイムスケジュールと、どれぐらいのコストでそのカーボンニュートラルの内燃機関を使った車が実現をできるのか、それやはり2035年というタイムスパンと関わってきますし、現実に海外の市場でもすでに日本と同じぐらいのスピードか、もしくはそれ以上速い形でガソリン車をもう売らない、そういうマーケットになってきますから、そこを考えたらまさにトヨタさんは日本の中だけでビジネスをする会社ではなくて、グローバルでビジネスをする会社ですから、そこの動きも私は見据えられてのことと、一方で国内の雇用と産業基盤をどう守るかっていう、今までも大変ご苦労されて日本のトヨタだと、そういった姿勢でやられていることに私は敬意を持ってますし、今後いかにそういった培った技術や、人の、宝ですよね、人はそういった技術をどう継承していくのか、間違いなく私は産業転換もあると思います。自動車だけの内燃機関じゃないですよ、船の世界でも内燃機関は必要ですし、宇宙産業の関係でも内燃機関は必要です。こういった新たな時代の中で、今までの産業が間違いなくガソリン車の対応減っていくわけです。そこは間違いないです。だったらそれをどうやって維持するかっていうのは、これ絶対に縮小傾向じゃないですか。そしたらそこを守りつつ、しかし早く新たな雇用と産業競争力をやるための方向に目を向けて、一緒になって官民を挙げていけるか、その方向でタッグを組めれば、私は豊田会長というのはものすごく日本全体にインパクト、また世界中の自動車業界にもインパクトを与える方だと思います。ぜひそういう機会をいただければ嬉しいなと思います。それではテレビ朝日加藤さん、よろしくお願いします。冒頭ありましたなまりだったんですけれども、北海道では2000年に独自になまりだの規制を行っているということなんですけれども、本州の反対はこの北海道のなまりだが持ち込んでいて、なまり中毒が止まらない状況で、北海道としては長年全国で規制を国に求めているということなんですけれども、20年かかったことに関してどう思います。やはりなかなか省内の意思統一もできなかったところなんじゃないですかね。率直に言って今回私が大臣に就任してから約2年かかりました。この方向で省内まとめるのだけど、職員の皆さん真剣に考えてくれて、2025年以降は全国的な規制を段階的に導入をする、そこまで理解を深める時間を取れたっていうことは、私としても就任当初はなかなか前に進まないなと思っていましたけど、コミュニケーションって大事ですね。やっぱり物事を動かすには自分の組織を動かさないといけないから、そこが非常に大きいと思いますし、今回この形で実現をするというのは北海道の
先進的にもうすでに取り組まれている皆さんに届いたら、北海道の皆さんにとっては私は前向きなニュースになると思いますし、やってきてよかったと思っていただけると思います。そしてこれが2025年以降全国的な制度になっていくのが、世界に先駆けて日本が鳥類に対するこの名前のリスクを最終的にはゼロにしていく、これ世界に誇れる方向性だと思います。私からは改めて北海道の皆さんにこういうふうに全国の制度が始まる前から取り組まれていたこと、そこに敬意と感謝を申し上げたいと思いますし、議論を重ねる中でここまで方向性を明確にまとめてくれた省内の職員たちにも感謝したいと思います。あとはしっかり関係者の理解を得るために丁寧に議論を重ねることが大事だと思います。ありがとうございます。もう一点ですね、昨日総理が会見されましたけれども、総裁選について2問目ぐらいに、まだ他に知らの毎日新聞さん、誰のおじさん、品の毎日新聞のサネルドです。冒頭ご発言なく長野県松本市の事案についてお聞きします。まだ捜査中の事案でありますが、長野県庁の担当部署によりますと、約1000匹の犬が劣悪な環境で飼育されていたとするのであれば聞いたことがない規模だとの見方も示されました。今回の事案を受けて環境省として、先ほど冒頭にもご発言重なりますが、具体的にはこうしたなければ再発防ぐためにもこういう対応を講じていきたいとか、何か具体的にこういうことしたいとあれば現地にお聞かせください。はい、まず6月に飼料管理基準が施行されて、これはレッドカード基準だというふうに言い続けてきました。今回、1000頭もの犬という、他になかなかこれだけの大規模な事案というのは、現時点ではないというふうに今聞いていますから、今回松本市現場の方でも今後県内の中でもしっかりと他の動物取扱業者に対しても見ていかなければいけないということを発信されている、私も耳にしています。ですのでこのような件を受けて改めて6月から犬猫に対して劣悪な環境で飼育しているような業者について、これからは業は続けられません。これを環境省、そして現場の自治体、警察連携をして、そこは見逃さないようにやっていかなければ救わなきゃいけない命は守れない。ですので今回の一件を受けて改めてですね、状況を松本市の案件も注視をして見ていきたいと思いますし、今後松本市そして関係者などとも連携をして松本市の案件に限らずですね、環境省の姿勢は明確である、そんなメッセージが全国にしっかり届いて一匹でも救える命を救っていきたいと思います。それが動物愛護の基本的な責任。他にはエネルギージャーです。エネルギージャーナルの清水です。ありがとうございます。昨日の首相の会見に関してでございます。やはり2050年カーボンニュートラル、およびそれ30年に向けた総理としての決断をされたことっていうのはあまり、地に出されなかったと言いますかね、強調されなかったようですけれども、前にも大臣おっしゃってたけれども、やっぱり短期的なそのコロナの問題と中長期的なといいますか、2050年2030年の問題を国民とのにね、どうやって認識してもらうのかってなかなか難しいと思います。そこで伺うのは、そういう問題をもう少しそのカーボンの問題、身近な問題としてね、やっぱり、認識してもらう、キャッチしてもらうということ、これからもこの両方の問題ってのは続くわけですし、なんかそのお考えがあるかどうかということと、菅政権でやっぱりもう一つカーボンプライシング、これをその最後に菅内閣としてどう仕上げるのかというところが、まだ見残しになっているという気がするんですけど、前段の伺いたい点とも関連しますので、これをどう集約するか、捉えるかということをお聞かせください。私は昨日の記者会見で総理はカーボンニュートラルについての思いが私は感じました。なぜならコロナの話をした後、
ご自身の1年間を振り返られるとき、一番最初に挙げたのはカーボンニュートラルでした。そして清水さんが言ったように、総理が礎を築いたカーボンニュートラル、グリーンと、そしてデジタル庁をはじめデジタル、このグリーンとデジタルの果実というのは今後菅政権の後も間違いなく国民の皆さんに感じていただける成果が出てくると思っています。一方で清水さんが言うように、国民の皆さんにその必要性、そしてこれが日本の将来をより豊かに安心で環境を犠牲にしない、そして新たな雇用や産業を生んでいく成長産業になっていく分野なんだと、この理解が広まっているかというと、そこは課題だったんです。だからこそ今回環境省の10年として新たに一人一人の国民の皆さんに前向きに取り組んでいただけるような一つの、きっかけともしたい、そういう思いでグリーンライフポイントも含めて多くの皆さんにこのグリーンという分野がこれからの世界の成長産業である身近な生活からも感じていただきたい、前向きなインセンティブを作りたい、そんな思いです。で、実はこれはカーボンプライシングとも関わっていて、カーボンプライシングというのは何も負担だけの話ではありません。全体の大きな姿としていかにインセンティブで前向きなものと、そして一方で排出を全然抑制しないところに対しては負担、全体の構築から言えばこのポイントもインセンティブとしてのカーボンプライシングの発想でやっている取り組みの一つです。大きな概念で言えば、そして小さな概念のカーボンプライシングで言えば炭素税や取引やクレジット、これが小さなカーボンプライシングの定義。そこを考えたときに、私は今まで環境省が30年戦争とも言うぐらい、この環境税、カーボンプライシングを政府全体の議論の課題として挙げてこれなかった中で、去年の12月に総理から指示が出て、経産省とともに政府全体で議論ができるようになって、そして先日の有識者会議で、経団連の徳田会長が今までにない前向きなカーボンプライシングに対する発言をされ、そして議論を否定しないということも最近の経団連から発表があった。私はこれは、よく総理が1年間でやった仕事は、とてつもない仕事の量をやったって言われますが、カーボンプライシングの進捗についても、まさに他の方だったら1年間で取れないところまで引き上げていただいたのではない。それをこれから具体的に形にしていくのは、環境省、不退転の決意でやるという、職員一丸となった思いがありますから、そこはこれから必ず形にできる。それでは、北海道新聞の太田さん。すみません、冒頭の中中国のことで聞かせてました。道民にとって非常に前向きなニュースで、世界的にも、ね、画期的な方針を今回示されたと思うんですけれども、この方針の法改正などは視野にあるのか、実効性はどのように担保されるのか聞かせてください。まあ、今後2025年に向けてまず大事なことは、このさまざまなステークホルダーがいますので、その皆さんとの丁寧な議論が積み重なること、そして北海道が素晴らしいことは、このステークホルダーの中でも一つの重要な存在でもある猟友会の皆さん、その猟友会の皆さんも前向きにこの鉛弾をやめていくということを取り組まれている経験がありますので、私はぜひ北海道の皆さんに全国の皆さんの理解を広めていくためにもご協力いただきたいと思っています。やはり実際に鉛弾を使っている方が使わなくなるような方向性に対して自ら前向きに取り組んでいるという方が全国にお話しすることが、政治や行政がいろいろものすごいメッセージとして伝わりやすいと思います。ですので、もちろん我々は汗かきます。そしてこの意義をしっかりと全国の皆さんに知ってもらいたいと思います。その中で私はぜひ北海道の全国で取り組む前から取り組んでいた方々にご協力を仰ぎたいと思います。その中で必要な制度の改正などあれば、それはもちろんその可能性を否定するものではありません。他にはそれでは毎日新聞の本日、ニュースの声について伺いたいんですけども、ニュースですね。ニュースの、はい、大臣は
反対ほどハイリスクフューチャーのメンバーたちを集めて意見交換会などを行っていたと思うんですけれども、どうしてその若者の声を聞くことが重要かと思われたのかと、あとその中で感じていられたことをどういうことか、あるいはそのギャップ、若者とのギャップ、どんなことを感じられたのかですね。そうと、まあ、今後政治の中にどのように若者の声を取り入れていくべきかというのかところを、やはりカーボンニュートラルの時代を中心となっていける世代が今の Z 世代ですから、その皆さんの声をしっかりと私は聞きたい。彼ら彼女たちが何を求めているのか、そういった中で私としては将来の産業構成がどうなるか、そして新たな市場がどうなっていくかを見据えた中で今から決断をするべきことはしないと、次世代にとっての新たなチャンスを減らしてしまうことになりかねない、そんな思いがありました。ですから、まあ、分かりやすく一つ例を挙げれば、これからの Z 世代の皆さん、もしくはその次の世代は、もう新車販売でガソリン車がなくなる時代を生きるわけです。そしたら、今から我々考えなきゃいけないのは、その世代にとっての当たり前をいかに今から準備しておけるかですよね。世の中からの時間がかかります。ですので、私はそれをいかに加速できるかをこの2年間やってきたつもりです。なのでその若い世代の皆さんのおかげで常に背中を押されるような気持ちで2年間取り組んできましたし、今後環境省としても中央環境審議会の中で若い人たちの意見を聞くように具体的に今そういった動きもしてます。今後もそれを政策にどうやって反映できるか、私はどんな立場でも若い人たちの声を返していきたいなと思います。小さなことですけど、新宿御苑、マイボトルの給水所ができたのも、小学校の男の子から、そういう社会を作ってくれと言われたことも、やんなきゃいけないな、そう思って実現をした小さな一つです。そうそう、時間が進んでいる。それでは、川田さん。で、小宮さんでございます。最新の方と申します。先ほどの経団連の小倉会長の件で、会見ではカーボン・プライシングの議論についても利用しているんですけども、炭素税というところに関しては現状では、まあ、その必要性か同様の合理性はないという、そこについては一体、炭素税、まず事実関係で言うと炭素税という名前のものはないですね。石油石炭税はあります。温暖化対策税はあります。ですので、まあ、何を炭素税として見なすか、これはいろんな立場があると思います。ただ私はカーボンニュートラルにも賛成している経団連の皆さん、炭素税に限らずカーボンプライシングの議論も容認している経団連の皆さん、それを考えれば石炭が一番安いということを認め続けることはないだろう。ですからまず議論を容認していただける、そういったことの関係が築けたことは間違いなく今までになかった動きだと思っていますし、ありがたい。これからも環境省経団連連携協定定期的な健康化やってますので、その中でも議論していただければと思います。最後に環境省、環境新聞の小峰でございます。今日ですね、午後4時からですね、河野太郎経済局の担当省が総裁選に出馬表明する予定ですけれども、小泉大臣は、河野太郎さんをですね、総裁選の候補者として支持するのかどうかお聞きしたいと思います。今日記者会見をされるということはその通りだと思いますので、その会見もしっかりと見させていただきたいと思っています。その後ですね、河野さんが記者会見して、あとですね、記者会見した後、小泉大臣は、関係省内答弁でですね、緊急の記者会見をする予定がありました。環境省の中では、環境省の仕事での会見を開催をしたいと思いますので、そういったことは予定をしていません。では、ね、最後、2問目ありました。川崎さん。
先ほどと被っちゃうので大丈夫です。ありがとうございました。お疲れ様でした。